みんな、やえっす。やえっす。ねえパパ、部員のみんなが選んでるキャンプギアは知りたいんだけど。そうだね、みんなが選んだものってやっぱり気になるよね。ワクワク。じゃあ今日はこのチャンネルで今まで紹介してきた Amazon の商品リンクから特によく売れたキャンプ道具を紹介していくね。うん。はい、というわけで今回は2024年上半期バイクやエーブ Amazon 売上ランキングを紹介しながら説明していくね。トップ10の発表に加えて売れていた意外なものや気になった道具についても話していくね。うん、ありがとうパパ。でも最後の何？うちの動画で貼った道具以外でデータに入ってきて面白かったものも紹介しようと思うので、よかったら最後まで見ていってくださいね。やっぱりおかしいよね。売れているものには理由があるし、必要性の指標にもなると思う。ちなみに今日紹介する道具は概要欄にもリンクを貼っておくので、気になった方はそちらからチェックしてみてくださいね。それじゃあ早速だけど、まずは丸一番のトップ10について、この上半期でたくさん売れたアイテムを10位から順番に見ていこうか。うん、まずは第10位、ピムコのアルコールストーブ用風防兼ごとく。超コンパクトに折りたためるアルコールストーブ用の風防ごとくだね。一般的なアルコールストーブであれば大体のものに使えると思うんだけど、 S ビットのようなエッジが立ったタイプであれば風防の溝にぴったりはまるから、アルコールストーブごと固定できて移動させるときに便利なんだ。事故が起こりにくくていいね。火のついたアルコールストーブを倒してしまったら火事になっちゃうからね。怖い。でもこの風防を取り付けていればそうそう倒すことはないと思う。そのままごとくになるし、高さ調節や火力調節ができて、おまけにコンパクトなのがいいよね。薄くて軽い、メスティンにも入る。パパもよく使うんだけど、今在庫なしになってたからノーブランドの安いやつも一緒にリンクを貼っておくね。次、第9位、充電式 LED ヘッドライト2個セット。キャンプの必需品だね。安いのって乾電池タイプも多いんだけど、これは充電式だから軽いし防水で使い勝手がいいね。キャンプツーリングならランタンも兼ねてこれだけでもいいかも。2つあれば電池切れになっても安心だし、荷物を減らしたいなら明かりはこれだけでも十分だよね。ただ色味が寒色系だから夜の雰囲気はいまいちかもだけど。確かに。次、第8位はビコポの火消し袋。これもキャンプの必需品だね。なんか見た目が綺麗だね。そう、おしゃれだしすごくコンパクトになるからいいなと思って紹介したんだ。ふむふむ。意外と火消し袋って忘れがちなんだけど、消灯前や撤収前は絶対に必要になるから、セールを狙って待つのもいいと思うよ。なるほど。次、第7位は岩谷マテリアルのウォーターバッグ。これは本当に超おすすめ。何度も紹介してるよね。このジャグはビニール袋に蛇口がついたタイプなんだけど、ガバッと開けて洗ったり乾かしたりできるからめちゃくちゃ衛生的なんだ。ウォーターバッグだとちょっと水が残っちゃうし、完全には乾かないよね。カビでも生えたらきついよね。でもこのバッグならよく乾いて衛生的だし、5リットルあればソロでもファミリーでも十分だし、吊り下げて置いておくと本当に便利だからね。値段も1000円ならカビが生えたり破れちゃっても買い替えられるしね。まあ無理な使い方でもしない限り結構長く使えると思うよ。いいかも。次、第6位はアースの吊り下げ式蚊取り線香皿。蚊取り線香を腰にぶら下げたりテントの周辺に設置したりするときに安全に使うためのアイテムだね。やけどや火事が防げるね。むき出しだと子供が触ったり火種が落ちて芝を焦がしたりが怖いからね。パパはこれのコールマンコラボモデルを買ったんだけど、ベージュとブラックの色味がなかなか良かったよ。次、第5位はデイトナのエアピロー。パパはこれのグレーを持ってるんだけど、むちゃくちゃ小さくなるし寝心地も良くて、かなり睡眠の質が上がったよ。枕って意外と着替えを丸めただけの簡単な枕だったりすると頭がしびれてきて寝れなかったりするよね。寝れないと翌日がかなり辛くなるから、騙されたと思って使ってみてほしい。小さいし安いもんね。次、第4位はリーレストのムーンチェア。いわゆるヘリノックスタイプの椅子なんだけど、ハイルを切り替えて使えるし、足の高さ調節機能もあって前傾や後傾にリクライニングできるし、シートの素材もポリエステルとナイロンの混合第2マと呼ばれるタイプの繊維だから、むちゃくちゃ軽くて強い。すごい内容なのに3700円ならかなり安いし、収納サイズもヘリノックスと同じぐらいコンパクトだね。そう、ただ機能がモリモリになってるせいで約 1.3 キロと重たくて、ヘリノックスと比べると 400グラムぐらい重たいのが欠点かな。まあでも徒歩じゃなくてバイクキャンプの人なら収納サイズは変わらないわけだし、400グラムの差は気にならないと思う。いい椅子。じゃあいよいよここからはトップ3の発表。気になる。じゃあいよいよトップ3の発表に行こう。まずは第3位、リブ LED ランタン2個入り。ゴールゼロタイプ、いわゆるパチゼロなんて言われてるランタンだね。小型で安いし、電池容量も 2600mAh とたっぷりあって、使いやすいランタンの代表格だよね。定番アイテムだからよく売れてるんだろうね。本当にソロでもファミリーでも2つは持っておくとめちゃくちゃ重宝するよ。このタイプってゴールゼロ向けのカスタムパーツがそのまま使えて楽しいよね。
シェードなんかいろんなデザインのものがあるし、そういうので遊ぶのも楽しいよね。もはやシェードの方がメイン。ちなみにうちのチャンネルではその時々で安くなってるパチゼロを何度も紹介してきてるんだけど、セールの時だと2つで2600円ぐらいだったり、破格の値段で出ている時もあって、いつもコミュニティでもお知らせしているので、気になる方は通知をお待ちください。ぜひ部員登録を。次、第2位は箱扇のアウトドア扇風機。機能全部乗せの扇風機で、キャンプでも家でも使いやすい扇風機だね。正直バイクキャンプには大きくて重たいと思うけど、ファミリーやグループで使うなら本当にいい扇風機だよ。夏キャンプはないとかなり辛いもんね。もう必需品と言っても過言ではないよね。我が家もこの間夏キャンプに行ってきたわけだけど、扇風機の首振り機能のおかげで寝苦しい夜を過ごさなくて済んだもんね。扇風機様々。ちなみにバイクで持っていける扇風機はヒデマサっていうところのものがおすすめ。かなり軽いし風量もなかなかだし、リモコン付きで使い勝手がいいし、後ろが出っ張ってないからかなりスリムでコンパクトなんだ。一人で使うなら首振りはいらないしね。ただこういう充電タイプの扇風機全般に言えることなんだけど、電池が半日ぐらいしか持たないから、モバイルバッテリーやポータブル電源で給電しながら使わないと厳しいかも。ふむふむ。それじゃあいよいよラスト、上半期に最も売れたキャンプ道具第1位を発表するね。第1位はモンスーン。アースの虫除け線香だね。効き目熱帯レベルを歌う強力な成分がたっぷり配合された線香で、パワー森林香が1巻40円なのに対してモンスーンは1巻13円ほど。3分の1。なのに1巻あたりの成分量や燃焼時間はパワー森林香に勝るとも劣らない。一度のキャンプで3倍炊いてもお釣りが来ちゃう最強の蚊取り線香だね。ここまで安いのは東南アジアからの逆輸入なのと、100巻単位での販売ゆえかな。100枚買って1300円前後なら1回のキャンプで10枚使っても130円。結界張り放題だよね。マジでものすごく売れてて、10位の道具とは10倍以上の差、2位とも5倍以上の差があったよ。みんながいかに虫に悩んでるかがわかるね。ただこれ100枚が1つの袋に入ってて、一度開封すると密封できないから、保存缶なんかで保管するか、タッパーなんかを活用して密封して成分が揮発したり湿気てしまわないように気をつけなきゃだね。あと今年の夏は売れすぎてるみたいで、たびたび在庫切れを起こしてるから買えなかった方はごめんなさい。超人気商品。代わりに虫をぶっ飛ばしてくれる守護神人形のリンクを貼っておくね。うやー、あー、やりました。虫扱い。それじゃあ次は丸2番の惜しいアイテム。ランク外だったけど紹介しておきたいものについて少し話しておくね。うん。まずは第23位。イムコの自動炊飯シリンダー。アルコールストーブに入れて火をつけると、なんと全自動で火加減を調整しながらご飯を炊いてくれるアイテム。すげえ、炊飯器じゃん。アルコール量を調節することで何合でも美味しく炊けて本当に便利なんだ。固形燃料だと多かったり少なかったり、どうしてもバラついちゃうもんね。本当にすごくいいから、まだ試したことがない人は騙されたと思って試してみてほしい。ふむふむ。次、第16位。キャプテンスタッグの炭バサミトング。安いだよね。だけど安いだけじゃないんだ。というと、この炭バサミとにかく使い勝手がいいんだ。ほうほう。何気に長さが絶妙で、長すぎないからキャンプツーリングにも持っていきやすい。それに作りがかなりしっかりしていて、思いっきり薪を挟んでも本体がよじれたりしないし、掴むところのギザギザもがっつりついてて掴みやすい。それにバネが入っているから、握る力を緩めるだけで勝手に炭バサミが開いてめっちゃ楽。止めちぎるね。マジで初心者が最初に買う炭バサミとしてはこれ以上ないぐらいおすすめ。パパは今こういうタイプのやつをおしゃれでいいなと思って使ってるんだけど、やっぱり薪の掴みやすさは鹿番長のがめちゃくちゃいいし、頑丈でしっかりしてるから、ほんと初めての人はこれでいいと思う。なるほど。次、第15位にランクイン。キャプテンスタッグのシングルバーナー、トレッカー UF0026。 これも何度か紹介してるんだけど、開閉式のギザギザごとくが優秀で、かなり小さなクッカーからファミリー用の大きな鍋までしっかり安定して置いて使えておすすめ。価格もかなり安いよね。岩谷のジュニアコンパクトバーナーもオードだし安く手に入るけど、ごとくの形が特殊だからメスティンなんかは安定しないし、何気に結構使いにくい。ふむ。外のバーナーは超コンパクトだけど滑りやすいごとくと金額がネック。うん。その間を取る形で鹿番長のバーナーをおすすめしてるんだ。もうめちゃんこ使いやすい。確かに初心者が最初に買うバーナーとしては最適かも。パパもこれが発売された時にすぐ買ったんだけど、ほんと買ってよかったよ。でも十分試せたから、そろそろ次のを買って試してみようかな。なんで同じ用途のものを繰り返し買っちゃうんだろうね。あとは丸三番のファイト一発。何これ。いやね、実はアマゾンの売り上げってさ、紹介した道具だけじゃなくて結構いろんなものが混じってるんだ。
うちのリンクから Amazon に飛んだ後、しばらくの間は何を買ってもうちが紹介したことになるんだ。そうなの。だから全然関係ないものも売れていて、今日はその中からちょっと気になったものを紹介しようと思ったんだ。ファイト一発の意味がまだよくわからない。まず気になったものの一つ目はグラビアアイドルの写真集。おい、2つのダイヤモンドが輝いてて元気ハツラツだよね。きっしょ。次気になったアイテムの2つ目はテンガヘルスケアのサプリメント。片方は体が元気になるやつで、片方はおたまじゃくしが元気になる、そんなサプリメントらしい。おたまじゃくし、リポビタンデーぐらい効きそうだよね。ファイト一発。次3つ目はトライボタニカルローション。何やら滑りを良くするあれ。元気ハツラツになったらファイト一発したいってことだよね。今日はひときわキモい。今日は2024年の上半期でバイクヤエブから売れたアマゾン商品のランキングがテーマだったんだけど、やっぱりパパも使って試してよかったなって思ったものばかりだったよ。視聴者のみんなにもぜひ試してみてほしいアイテム。パパも散々散財してるから、これから始める人が少しでも無駄遣いしなくて済むよう役に立ったら嬉しいな。キャンプ道具って沼だからね。だから下調べって本当に大事。もちろん他の人の話も参考になると思うので、しっかり調べて準備してね。はい、というわけで今回もご視聴ありがとうございました。面白かったよとか参考になったよって方はですね、ぜひいいねボタンとチャンネル登録をよろしくお願いいたします。今回の話以外にもパパライダーのジョニーからバイクキャンプや積載容量の限られた車に適したコンパクトキャンプギア情報を発信していきますので、よろしければ今のうちにチャンネル登録をして次の動画の通知をお待ちください。ごはんよ。ありがとう。今日は何かな。 SB のカレー粉で野菜の水分だけで作るドライキーマカレーよ。わい、水なしで作れて味がすっごく濃くて飲み物が止まらなくなるやつだね。このカレー粉なかなか置いてるスーパーがないんだけど、 Amazon ならいつでも手に入るし、本当に美味しいからおすすめ。Save up.